皆さんこんにちは。理学療法士の堤でございます。今年度は職業講師委員会を開設されました。今後ともよろしくお願いいたします。私の職業は理学療法士という職業で、主にリハビリテーションを行います。リハビリでもいろいろあるんですけれども、私たちのですね、専門としている分野は、患者さんも立ったりとか、それから歩いたりとか、日常生活で必要な移動動作を獲得するためのお手伝いをする職種です。例えば脳卒中であったりとか、それから骨折後、足を骨折された方々はすぐには歩けない状態になってしまいますので、筋肉を動かしたりとか、それから関節を動かしたりとか、そういう支援も行いますし、あとですね、こういうちょっとここに置いてある杖ですね、こちらの方も、使ったり、あとこういう装具なんですけれども、超過し装具を実際につけていただいて、歩く練習を患者様にするための専門職種となっております。で、こちらの方がこういう重りとかもつけていただいて、一緒に筋力増強訓練等も行います。で、こちらの方はリハビリのお部屋になっています。私が今勤めているのは宝塚リハビリテーション病院というリハビリの専門病院になります。で、こちらの本病院は急性期の病院とは違いまして、集中的なリハビリを行う専門病院になります。ですので、リハビリの機械がたくさん置いてあります。で、こちらに置いてあるのが抵抗法的で、患者様が捕まって歩くような機械になっております。ですので、こういう機材をたくさん使いまして、なんとか患者様をお家に帰った後、ご不自由のないような生活を支援するために日々働いています。実は先ほどご紹介した現場で私は働いているのではなくて、実際はこちらのオフィスの方で今事務とか、それから管理とか、それから地域連携のお仕事を今やっています。ですので、一日のほとんどはですね、こちらの方の机の上に座ってお仕事をしていることになります。なので、ちょっと疲れた時とかはですね、こういうメダカを飼ってるんですけども、餌をやって、そしてちょっと可愛いメダカたちを見て憩いながら仕事をしています。これからも頑張りますので、よろしくお願いします。